速稼塾の久保です。吉田さん、前回ですね、私速稼塾の紹介をしたような動画を上げましたよね。よく見てくださいました。10月から12月のご案内をしておりました。これはなぜかというとですね、実はね、速稼塾の参加概要っていうのがあって、いわゆる速稼塾に入るにはどうすればいいですかっていうお問い合わせなんですけども、それにまあ回答するときにですね、速稼塾ってのは7、8、9月までというふうに触れ込んでるんですよ。そうなるとこの時期に速稼塾に入ろうとする人はなんか9月すぐ終わっちゃうんですけども、その後はないんですかっていうふうなことをセットで問い合わせてくるんですよね。まあ、そういう方のためにあの一般公開動画を作りました。そんなことないですよと。速稼塾に一度入った方はそれからね、手続きなし、追加料金なしで、もう延々と私が死ぬまでコンテンツはどんどん延長されますということなんですよね。それを説明するために、今回ね、あのような動画を撮らせていただきました。それですね、オフトインアフィリエイトの話題が最初出てましたよね。私もね、オフトインアフィリエイトはバブルだったかなと思います。もちろん最初は100円とか200円から始めました。そして VIP というランクに入れていただくようになって、それから SVIP とかね、 SSSVIP とかってね、むちゃくちゃなのもあって、1件2万みたいな時代もありました。そうやって私はね、報酬に踊らされてアフィリエイトをやっていた自分に気づいて、アフィリエイトから手を引いたというところがあります。それが2017年完全撤退です。アフィリエイトランクとしてはかなりね、トップレベルに来てたんで、惜しかったところもありますけども、それ以上にこのね、お金に支配されたっていうんですかね、報酬に釣られてアフィリエイトをやってる、最も私が目指していないところに自分がハマっていってしまったところにね、我に返ったわけですよ。でそこで私はね、アフィリエイトを手放したんですけども、アフィリエイトを手放して自分に何があるかなと思ったら、おアフィリエイト以上にコンスタントに売れている速稼塾があるじゃないかというふうにね、改めて気づいたんですよ。というのは、速稼塾に参加する方っていうのはね、少なくともお問い合わせをいただく方って、私の動画が好きだからその先を知りたくてお問い合わせいただいてるんですよ。なのになんでね、他人の商品をそこに誘導して、他人のメールアドレス、メールマガジンですか、あれに登録させる必要があるのかなと。確かにサポートも商品の戦略も知らなくていいオフトインアフィリエイトは楽です。一回登録していただくだけで、報酬が振り込まれてね、しかもそれが一つの ASP につき30万とか40万っていうのはね、ああいうのが10件とか20件私は抱えてましたんで、かなりね、評伝になっていたわけなんですよ。でもね、私はこれはね、違うなと思いました。自分のことを信頼してくださってる人を他に流すっていうね、最もやってはいけないところに報酬に釣られてやってしまった私が気づいて、それからですね、アフィリエイト、他人の紹介することはやめたわけなんですよね。紹介するにしてもそれは自分のところの塾生に限るというふうにさせていただいたんですよ。同時に、紹介を持ちかけられる方とは相当濃いベンチャーを組まないとやらない、もしくはもうほとんどやらないですね。そういった形になってます。これはね、吉谷さんと同じようなレールを歩んでるのかなと思うんですよね。で、今回の動画のまとめになりますけども、吉谷さんのところにね、レターがあったのを私もね、いただいてるんですよ。情報発信することに満足して商品を売ることをしていなかったと。確かに世のため人のためになることは素晴らしいことですけども、世のため人のため止まりではいけないんですよ。自分が一番利益を得ないといけないんです。金銭的な利益を。なぜならビジネスをやってるわけですよ。ビジネスをやっていて自分は豊かにならないけども、周りの人を豊かにしました。それは夢物語なんですよ。それは綺麗事で、本当にね、やってはいけない綺麗事なんですよ。私も綺麗事は好きなんですけども、ビジネスをしていて周りの人を豊かにしている人が潰れてしまったら、周りの人を誰が一体豊かにするんだってことなんですよ。だから自分が生き延び続けなくてはならないのは最低条件です。これは特に周りの人に価値提供している、それから周りの人の役に立っている人ならば絶対に潰れてはいけないんですよ。そういう人が、そういう人が潰れると周りの人を食い物にしている人が生き残るんですよね。これも多分吉谷さんと同じような思いで、やってるところだと思います。というところでね、今日は3つぐらいのセンテンスで語ってみましたけども、皆さんにはどういうふうに映ったでしょうか。本当にね、この動画自体が綺麗事じゃないかと言われそうですけども、いいんですよ。この綺麗事は私大好きなんでね。で、自分を豊かにするためにもやっぱりビジネスはしていかないといけないですし、もともとの目的っていうのはそこだったはずなんですよ。その目的に達するための手段として周りの人を豊かにする、お客様のためにっていうのがあるだけで、結局それはね、手段なんですよ。ですから情報発信することだけに満足してしまったら、これはね、手段の目的化といいまして、もう本末転倒が来てるんですよね。で、それはビジネスマンとして失格で、世の中に必要とされている人がせっかくね、もう自分自身として生まれてきたのに、潰れてはいけないってところですね。本当にこれからね、情報発信をコンスタントにできるようになるだけでもすごいことなんで、そういう人が底止まりにならないように願うばかりですよね。そうですね、例えて言えばですね、情報発信を続けるっていうこの最低限の行動っていうのは、この地球にですね、レールを引くようなもんなんですよ。いろんなところに
商品を届けられる、人を届けられる、信用を届けられる、愛情を届けられるレールを引いたのに、貨物列車に商品を載せないでレールだけ引いた状態、これが情報発信に満足している状態なんですよ。世界中にレール引いたぞ、よし終わったみたいなね、違うんですよ。レールを引いたら、要するに自分のことを見に来てくれるようなね、メディアができたら、自分に集まってくれる人ができたら、そこにはきちんとした商品を対価とともに、送り出していかなければならないんですよね。でこうやって経済を回していく人がいないと、じゃあ誰が一体ね、誰かの物を買うんですかって話になるんですよ。多くの人は誰かが物を売ってくれるからやっと買えるんですよね、だからどんだけね金銭的に豊かになっても、もう世の中のお店が全部閉まってますとかね、商売やってる人がいませんって言ったらね、これ何が起きるのかってことなんですよね。経済破綻ですよ、ですのできっちりと売る方と買う方がいなければなりませんし、そしてねビジネスマンを志すんだったら、自分がまずね儲けることに慣れないといけないですし、儲けのプロにならないといけないですよね。どんな状況からでもお金を作り出すぞみたいなね、それは最低限の条件だと思います。そんなに難しいことを言ってるつもりはありませんので、ビジネスマンを目指すなら、ビジネスを目指すなら絶対に儲けるね、儲かんない日が一日でもあっちゃいけないと思いますね。この辺ね、吉谷さんの、ね、動画を見てると、公開限定が出てくると、あ、セールスしてるんだなと私は思うばかりでございますけどね。それではまた会いましょう。